はい、タバコの喫煙動画を始めていきたいと思います。今回は、俺のガラムの、スーリアマイルドですね。これも非常に美味しいタバコ。以前紹介したガラムメンソールの、メンソールがないバージョンとなってます。タールが 33mm のニコチンが 1.7mm のタバコです。こちらはですね、ガラムシリーズで一番売れているという、まあ、インドネシアのね、ガラムシリーズでは一番人気がある。ですが、こちらが、何本入りだこれ。2、4、6とか。16本しか入ってない。16本入りで、20本ではなく16本入りなんですよね。こちらね。じゃあ吸っていきましょう。まあ、ガラムのメンソールと同じくですね、フィルターが甘い。フィルターがね、舐めると甘い。加えたりすると、甘くなる。甘いっていう特徴があり、そして、まあ、ガラムの特徴的な香りと、クレティックタバコのね、特徴的な、甘さと、香りと、うん。とかがあります。値段が440円。16本入りで440円なんで非常に高いタバコになってます。うん。こちらはですね、ガラムの特徴として、非常にですね、なんていうのかな、一服が長いんですよ。これ、一本がね、非常に長く、続くんです。なかなかね、燃焼剤が入ってないのかな、わかんないけど。燃えるのが遅いんで、一本が長く吸える。そして、まあ、長字というのが入ってるので、パチパチと弾ける。ね。花火、火花がね、パチパチと音がするタバコになってます。ちょっと聞こえるかどうかわかんないけど。パチパチ言うんですね。概要、ウィキペディア見ますと、ガラムはインドネシアのグダンガラム社が製造するタバコのブランド名である。正式名称は社名と同じグダンガラム、かっこ、塩の蔵という意味です。概要がクローブを香料に使ったクレテックというタバコのタイプ。巻き紙に、シミが浮いていることが多いが、クローブ、過去漢方薬にも使われている長寿の精油が染み出たものであり、汚れではない。そう、かなりね、まあ、見えるかどうかわかんないんですけど、非常にね、汚れてるというか、シミがね、黄色いシミがね、ついてる、タバコになってます。これは特徴です。吸い口が甘く、火をつけるとパチパチと火花が散り、クローブの非常に特徴的な香り、過去しばしば猛烈に臭い、お香臭い、吐き気を催すほど甘ったるい、などと表現される、が漂う。パチパチと火花が散るときに、火の塊が落ちて、衣服やズボンに穴を開けてしまうことがあるので、注意が必要。これ俺もね、なったことありますけど。うん。なんか、火の塊がね、ポイッとかね、こう吸ってるときにね、弾けて、強く吸いすぎると弾けて飛ぶことがあるんで。うん。注意が必要です。現行販売品が、このスーリアマイルドと、メンソールと、この缶。これの缶じゃねえか。
ガラムスーリエの過去缶というやつ。36本入りで1150円。で、タールが42ミリという、かなり強烈の、これよか強烈の、ね、ガラムが入ってる、ガラムのタバコのやつと、軽い、ガラムのシグネチャーマイルドという15ミリのやつ。と、それの、メンソールバージョン。と、ガラムヌサンタラマイルドという18ミリのやつと、それのメンソールと。全部で2、4、6、7銘柄あります。うん。個人的には、ガラムメンソールが一番好きなんですが、まあ、ガラムヌサンタナマイルドとか18ミリのやつもなかなか美味しい。ですね。まあ、なかなかね、タバコではね、日本で売られているタバコではかなり珍しい異端児なんで、結構、楽しめると思います。香りも味も、パチパチと弾けるのも、なかなかね、これぐらいしかないですからね。ガラムシリーズしか。うん。さすがにこれをね、廃棄してしようもんなら、恐ろしいことになります。ただし、33ミリというタール値を誇りながらも、非常に吸いやすくなっており、個人的にはかなり吸いやすい部類に入ります。なぜかは知りません。だから、排気煙してもそんなでもない感じもしないこともないんだよね。個人的にショートピースとかの方がよっぽどきついと思います。うん。吸った感想としてはまあ、きつさとしてはね、かなり軽い。ショートピースの半分ぐらいのね、強さになってます。強いというか、吸いやすさとしては、ショートピースの、倍ぐらい吸いやすい。うん。吸った感じは、非常に、重いような気がするんですが、実は結構意外と吸いやすいというなんか不思議なタバコですね。まあただ俺はこれはまあ好きなんですけど、これ買うんだったらメンソール、このガラムのメンソール、これのメンソールバージョンを買います。メンソールの方が非常に吸いやすく、うん、なんか合ってる気がするんだよね。うん。まあ、非常にこれも美味しい。この、一番個人的に、すごいと思うのは、この味と、このフィルターが甘いっていう、この甘さを、両方でこう楽しめて、それが非常に合ってるということですね。この味と、このタバコの味と、このフィルターの甘さ、この舌でこう、フィルターの甘さを感じつつ、このガラムの独特の甘い香りと味、これをね、両立して、だからフィルターが甘くないと、こう、ガラムの味が
全然違うんですよね。この甘さがまたいいんだよ。口に感じる甘さと鼻で感じる甘さ。この両方が合体することによって、素晴らしい美味しさを教えてくれるタバコです。だからね、これをね、これは特にね、夏にね、吸うと美味しいんですよ。暑い時に。熱って言いながら、これを吸うと、うわーって。まあ、なんていうかな、口で言うのはわかんないけど、わかりづらいけどね。これ夏に美味しいんですよね、これね。まあ、もともとこちらね、塩の蔵という、このパッケージにも実は書かれてるんですけど、このパッケージの、まあ、なんか、蔵があるんですが、これがね、なんか、まあ、由来なんですけど、なんだったかな？なんか塩で、塩の蔵で働いている人々が、結局、塩ってほら、水分を奪うでしょ。だから、非常に水分が、その、働いている人は、こう、水分がこう、欲するわけですよ。うん。なんか、それでなんとかかんとかっていう、まあ俺も覚えてないんですけどね。なんかそれでなんかガラムをこう吸って、ブハーみたいな。よくわかんないわ。塩。なんかそういう逸話がなんかいろいろあったとかって。ちょっとググってみましょう。あったあった。インドネシア語でガラムとは塩、グダンとは、倉庫の意味。ガラムの名は、創立者のスーリア・ウォノ・ウィジョヨが東ジャワの、クディリー村にあった塩の倉庫を改造した工場でタバコの製造を始めたことを由来しています。だそうです。なお、この工事はロゴマークにデザインされ、ガラムのシンボルとなっています。あ、これぐらいしか書いてねえ。そして驚くべきことにですね、こちらがですね、実は女性に非常に人気があるのかわかんないけど、らしいです。俺がですね、これをまあ、これのメンソールですね。を買ったときに、タバコ屋の店主がですね、これ、女の人も買うんだよね、とかって言って、結構人気あるんだよって。若い女性の人が結構大量に買ってくんだよね、とかって。まあ、びっくりしましたけど。非常にびっくりしましたけど。はぁ、と。まあ、実は女性にも結構人気があるタバコです。やっぱ香りが甘かったり、口が甘いし、ただ、どうなんですかね。噂によると2チャンネル情報だと、二ちゃん情報では、こちらはですね、喫煙者からは非常に臭いと言われるんですが、非喫煙者からはですね、これが非常に吸ってる香りがいい香りになると
にか、あの、感じる。うん。タバコらしいです。ほうと。うん。確かにね、これね、旗から匂うとね、結構ね、甘い香りがするんですよね。タバコ独特の臭さっていうのが、あまりないんですが、うん。まあ非常に甘い香りが、甘ったるい香りがするんで、そこがまあ好みなのかな。うん。ということで。こちらはね、非常に大好きなんで、まあ、四つ星です。ご視聴ありがとうございました。